しぐれです。今回ご紹介するものはですね、こちらの、名探偵コナン ミニタオル江戸川コナンということで、こちらでございます。こちらも結構いろいろキャラクター載っててシリーズ化されてたんですけれども、もうこのあくびのコナンくんに一目惚れしまして、かわいいあ、ごめん、これ今の感想ね、今見て言って思ってる感想ね。かわいくないですか。もう私次元にというか米花町に行ったらですね、どうにかしてコナンさんと一緒に住みたいと思ってるんですけど、そしたらでも毎朝こんな感じで起きてくるんですよ、おはようとか言って、あ、幸せだねっていう妄想ができるかなって思って買いました。妄想じゃない、夢だ、いつか叶う夢だよ。はい、ということで叶うって思ってるからね、本当に思ってるからね。ただね、残念ながらね、毎日米会期って、これ何回も言ってるけど米会期って検索してるんだけど全然出てこなくって、なんか広島の病院が出てくるんだよね、未だに出てくるからね。ちょっともうちょっと軸歪んでくんないかなって思ってるんだけど、はあ、毎朝こんなコナン君を見られる世界線にいつか行きたい、高原しぐれでございました。かわいいね、これ多分朝飲んでるんだろうね、朝一でコーヒーね。小学校1年生、体は縮んだとはいえ、小学校1年生の自分からこうコーヒーブラックいうのはコーヒー飲み続けて、この子はもし戻れなかった時その後のなんか、ね、体身体的に大丈夫なんだろうかっていう心配を実はものすごくずっとしております。カフェイン中毒とかな、大丈夫かな、この子の体のことが心配でなりません。高原でございました。ではまた次回。